総理様、何者かが宝物庫に。何ですって？ザビーランドの運営資金を狙うとはなんて罰当たりな。行きなさい、ザビー四重士。信者の血と汗と涙の結晶、それはお金。せっかく愛と引き換えに吸い上げたのに。あれほどの武将を揃えるとは、ザビー教はもはや脅威。この資金を持ち去り弱体化させねば危険ですぞ。我が気になるか、思う存分学ばせてやろう。あなたが泣くまで関与をやめない。あなたは大切なものを奪っていきました。我らのお金です。つまりは恩人に返してくれたらいいなと。あまり大きな声では言えない手段で得たお金ですが、元をたどれば民が汗水垂らして蓄えたもの。この人の冷たい視線、完全に悪人だと思われてるな。残す言葉はありませんか。手前が必ず届けますゆえ。もしあなたがそのお金を持ち帰り民に返すなら、手前はこっそり見逃してもいいのです。どうかそのお金、民のためにお使いください。そう、これが言いたかったんだよね。泣きなかれ。大谷様こそ天下随一の軍師であると信じております。天を仰ぐか無事を仰ぐか、目下の悩みはこれに尽きる。話しかけてくれるな、手玉遊びをしそうじゃ。お前にはいい薬です。宗茂、猛省なさい。腕が鳴ります。礼をもって立ち会いましょう。立ち泣かれ。近頃の我はな、裏側がざらめいてたまらぬ。このような時になんですが、ザビー教をどう思われますか。神とじよ。今一度悩め。我を撃てば幸へとなるか。従うことこそ武士の道と見つけております。
の中の人をやりたい信者はお前の他にも5万といるんですよ。ルッチこっちは大丈夫っしょ。ヨウさんそっちどっすか。ヌシの目に映るままよ。さあどうである。ザビー様は言いました。私って罪よね。わしジャンボザビーに向いてないと思うんだよね。その術実は糸とかで釣ってんでしょ。そうっすよね。ねえ一時休戦といたしましょうか。互いのためにザビー卿に入って水回りが機能なし。取り逃がしてどうするのですか。島流しにしますよ。申し訳ございません。この程度の理不尽は浅めしまえ。たやすく埋まるな。それ早逃げてみせ。汚いことしても勝ちなさい。愛なんて後です。ソーリン様の思い出像、いつか体の部分も用意してパーフェクトザビーを見てみたいものです。これで引かぬとは。敵も必死というわけか。主を激励しよう。ザビー殿の愛で強くなれると聞いて入った。共にタンガの星を読もう。ザワンの期待を裏切るな。ジャッドン、やはり剣の腕は与えられるもんじゃなか。おいは違った剣豪を弔う方法が欲しかった。それがなんとここにあったとね。コマハンにもザビー卿直伝ザビーラップを聞かせてやるぞ。レッツザビー。泣いてみせ。シメズの一党と長領団メング連合ビング浄土イエーイ。チェストのザビーラップは信者の間でも密かに評判です。イエーイ。これでオマハンもヘブン中極楽浄土にひとっ飛びね。安心して老いに切られんしゃい。もっと哀れに倒れなさい。敵の道場を変えますよ。オッケークラマン。さようなら命、こんにちは遺産。気を引き締めていきなさい。チェストの伝説が剣豪顧客層の信者を集めます。ありふれた不幸しか授けられなんだか。ザビーの導きにより剣と愛の
まさに奇跡。主にも求むる色の星があるか。まあいずれにせよ主にこの座を譲りはせぬが。あなたの洗礼名は玉抜けてご飯です。見えん、うつつが見えん。愛があればもう何も怖くない。突撃です。なんぞ天気だ。やれ。ヌシラの将に用事がある。ああ案内は良い。ザビー様は言いました。愛よりパンよね。なるほど。つまりあなたはザビーランドの経営方針を学びたいと。新ザビー教第1回、ザビーの上にザビーなし。我とてとよめる役には立ちたい。いや、もう人とはこれほどまでも強くなれるものか。やむを得ません。あなたの洗礼名はジェロニモです。やられた後こそ土下座拝み倒し卑怯が効きます。手持ち無沙汰よ。不吉の種でも植えておくか。死んだと見れば龍を投じよ。我のようにな。ヌネシゲ様は毎朝占いを確認しています。ザビー様はいいんです。ワンパクでもてたくましく育ってなんぼやで。ザビー様、今一度会いたいです。お
ザビー様、小生にこの者をぶちのめす力を。ザビーの愛は永久に不滅だ。洗脳されたと思っているのか。違うね、小生にはここしか残ってなかった。それだけだ。なるほど。小生、穴蔵で金脈を掘り当てたからな。みんな尊敬の眼差しで見つめてくるのさ。これぞザビー愛のいつたまもの。宝物庫が狙われるなんて、小生が入信したせいでザビー教に不運が移ったのか。ザビオの恐れぬ愚行。小生を慕ってくれる信者のためにも必ず取り返してやる。豆よ豆玉、太鼓の拳骨に比べれば。ファイトファイトね、ザビー教。女子、お前が掘り当てた金脈のおかげでザビー教はゴールドラッシュです。鉄球で叩き潰した姿は見れたもんじゃないんだね。太閤の世では不服か。決して分からぬではないが。よい、高台から眺めやるのはな、ひどくひどくつまらなんだ。それでも暴れるのは性に合わないんだ。制覇だからな。我のたしなみか、星読みを少々な。女子、お金をくすねちゃいけませんよ。立ちなかれ。立ちなかれ。小生の秘めたる力の片鱗の一部いたか。やれ、遊ぶな行部。余裕を見せ、打弱とそしられるのは不愉快だ。倒れてはいけません女子。その前に最低限譲渡の書類に署名を。とことんぶん回すぞ。遺言を聞かせよ。いや、こんな興味。ザビー教は枷のついたものにも寛大なのです。貴様の相手は私だ。業務など置いてこちらへ来い。三成、主はまこと、あの日より続く愚かしきよ。我を白々しく思うか。この装いではまあ無理もない。な、何冗談だろう。女子、あなたはまだまだ金光と愛を掘り続けるのです。
さてうごめき、念頭は他の部隊の穴埋めよ。必ずや果たしますれば。もう許せません。お金もろともこっぱみじんこです。こうかこうか。我にもとんとん見通し増えるか。ザビー様は見える。ザビーの突っ張りはいらんですよ。そういや、あんたの顔行部さんの弾に映ってたかも。立ちなかれ。どうしていつも空を眺めているんですザビー様にの彼女ができました。今日のソーリン様は2割増しでザビが勝っています。ソーリン様にザビーの甘じょっぱい祝福を。私の研究によるとザビー教では歌がうまいに越したことはない。私の代わりに立派な信者になってください。くだらん。ここが愛とお金の無限郷だ。タウン。ちょ、おやつさんも乗ってくださいよ。これも捜査の一環なんすから。バンビ鹿之助だ。教団強盗の罪で幕につけ。ハル様探しの潜入捜査とはいえ悪の手先になるなんて。ザービザービザビーザービザービザビー。あれ、おやさん、僕に何かつぶやいてました。まずいっす。気づかないうちに僕自身が洗脳されてく。僕がもしもの時はあなたが代わりにこの山の真相を。天を仰ぐか無地を仰ぐか。目下の悩みはこれに尽きる。バンビは性格なので体力にややなありですね。ソーリン様がお友達になりたそうな目でバンビを。話しかけてくれるな。毛玉遊びをしそうにいる。裏側がざらめいてたまらぬ。これは試練、愛の試練。バンビバンビ駆け上がりのさ、幹部への階段。ひとかけらでいい。何か手がかりを。ある。Thank you.
信者を呼ぶよ。バンビ、ナイス信仰心でしたよ。ちゃんとザビー水飲んでるんですか。一杯100両です。ザビー様は言いました。愛は死にません。あなたが好きだから。共にタンガの星を読もう。サワンの期待を裏切るな。伝説のタクティシャン、サンデーのエスコートのおかげで息ぴったりです。我は考えて、この手に握られた日輪の意味、これは天使の輪、我はランテを救う愛の使徒。なんとサンデーがあのエンゼルに覚醒するとは。救世主の天使、まさにキューピッド。時は来た、天使の輪に集いし愛の騎士たちよ。我と共に、我と共に。サンデー、あなたは神の子、思い出せ愛の合言葉。サビー、我が名はサンデー、天使の輪を携えしエンゼルなり。お前なんか洗礼名長くしてやります。ザビー様が見えるか。うん、しまいか。さようか。なら今一度満天の夢に興じるとしよう。大谷君、近日の君についてだが、珍しく軍務に身が入っていないようだね。君には三成君を御する大事な役目がある。何があったか知らないが、うつむかれたままでは困るんだ。心痛をかけたか。すまぬな賢人よ。構わない。有能な人材を気遣うのは必要なことだからね。体調面で不安があるならば考慮するし、悩みの大元を立つために動くのもやぶさかではないよ。君の思うところを僕に語ってはくれないか。我は年に一度の加賀の催しがもう間もなく。前方に影あり。あれは極眼竜か。